和幸船入りを出たところに復元された、高瀬船和幸船入りへの分岐高瀬川は、江戸時代初期に、門倉領儀、祖安府市によって、京都の中心部と伏見を結ぶために、物流用に改作された運河である。改作から大正9年までの、約300年間京都、伏見間の水運に用いられた。名称はこの水運に用いる、高瀬船にちなんでいる。現在は、 鴨川によって、京都川と伏見川に分断されており、上流川を高瀬川、普通河川高瀬川、下流川を、東高瀬川、新高瀬川と呼ぶ。京都中心部3条から四条あたりにかけての高瀬川周辺には、花町、ポント町があり京都の盛り場の一つとなっており、また桜の名所ともなっている。また、かつては、多くの船入り、船回し、 開店場所があったが、今は、和ず船入りを残すのみである。東高瀬川の上中流部では、運河当時の川幅約軒、約3件約5.4メートルがよく残されている。高瀬川は、二条大橋の南で、鴨川西岸を並走する、三そそぎ川で、東一条付近で、鴨川から、取水から取水する、二条から木屋町通り沿いの西側を南下し、十条通りの、 上流で一級河川鴨川に合流する。かつて、京都と伏見を結ぶ運河であった頃は、現在の鴨川合流点のやや上流側で、鴨川を東へ横断した後、一部区間で、武田街道と並行、堀川と合流し伏見港を経て宇治川に合流していた。現在、鴨川南は、東高瀬川と呼ばれ、 上紀高瀬川や鴨川とはつながっておらず、流域を持つ一級河川となっている。また、疎水放水路と合流して、直接、宇治川に流れ出ており、堀川とは合流していない。慶長15年、宝光時代仏殿の再建において、門倉領儀、蘇安府市は鴨川を利用して、資材運搬を行った。その後、慶長19年に、府市によって、京都、 不思議感の高級的な運河が開削された。これが高瀬川である。水深は数十センチメートル程度と浅く、物流にはそこが平らで喫水の低い高瀬船と呼ばれる小船が用いられた。二条から四条にかけては荷物の上げ下ろしや船の方向転換をするための船入りが高瀬川から西側に直角に突き出すように作られた。七条には 内浜と呼ばれる船だまりがあった。内浜の設置は、慶安元年からの唐立地点の建設などに合わせて、五隣の付け替え、高瀬川の流路の変更とともに行われた。内浜の名は五隣の内側に位置したことに由来する。川沿いには、引子が高瀬船を人力で引いて歩くための引き船道が設けられた。江戸時代を通じて、 京都と伏見とを結ぶ主要な物流手段として多くの船が行き交っていた。明治時代に入り、明治27年に、琵琶湖疎水が通じると、輸送物資の役割分担によって、共存を図ろうとしたものの物資輸送量は減少し、大正9年に水運は廃止されることになった。また、この頃に高瀬川を暗渠化し、路面電車の木山地線を拡幅する都市計画道路が、 検討されたが、地元住民の反対により、河原町通りに変更された。昭和10年に起きた、鴨川大洪水の後、鴨川の河川改修の一環として、鴨川の川床掘削が行われ、鴨川の川底が2メートル程度低くなった。そのため、高瀬川が北から鴨川に流入する地点は十条通り付近まで移され、また一方で、鴨川お断点の下流側では、 鴨川からの取水が不可能となり、高瀬川は分断されることとなった。その後1999年に河川時期の不法選挙対策で実施された河川改修と京都市営東松の木団地の建設などにより、流入点がやや北に移された。京都五花街の一つのポント町現在は、2条から5条にかけて並行する木屋町通りに飲食店が多く、立地する。 木屋町通り周辺、特に山城から四条あたりにかけては、花町、ポント町があり京都の盛り場の一つとなっており、週末は夜遅くまで賑わっている。また、幕末の事変を示す石碑が多く、桜の名所ともなり、観光客も多い。高瀬川と高瀬船は森大街、吉川。ありがとうございます。